皇室もう一つ射検定試験1級に短期合格する人の特徴3選ということで、えー、最初これ1つ目をやりました、えー、じゃあこれ後半パートですね、えー、やっていきたいと思います、えー、この動画はですね魔法のような一発逆転テクニックはありませんのでなんか特徴をご紹介させていただいて、えー、なんかね不合格連発しちゃってる方が何かのヒントに なれば幸いでございますといった動画になりますということでやっていきたいと思います。えー、特徴2つ目え、書く時間がちゃんと確保できる人ですよね。あのやっぱりですねこの検定試験っていうのは、えー、書き込むことがやっぱりちょっと必要になってきてしまいますよね。なんかこう何かひたすらこう知識として何かを覚えればじゃあ合格できるようになるような試験なのかって言ったら全然そんなことないんですよね。 えー、知識を問われる試験っていうよりかはどっちかっていうとこのできるかどうかっていう実技の試験なんですよこの書詞検定試験っていうのは一応理論問題もあ,るあったりするんですけれどもあれば本当実に比べれば本当に何て言うんでしょうねそんなに難しくはないものなん,なんですよねだから知識を問われる系の試験をなんか別の分野でね別の分野で知識を問われる系の試験を受けて 受けた方まあ私もともと IT 業界に元めいたんですけれども、えー、例えば何だろうな、えーまあ、基本情報技術者試験とか,なんかそういった検定試験あ、えー、検定試験国家資格あったりしますあれって本当にすごく知識を問われる試験なんですよね知ってるかどうかっていうのを問われる試験だったりするんですけれどもあとはん、えーまあ、だろうな所詮検定試験に似てる試験といえばまあ簿記検定試験あれ結構この検定試験に近いなっていうのがあって。 であれもね知識があるだけじゃダメなんですよダメでその計算慣れっていうの必要になってくるんですよだから過去問をひたすらこう解いて問題慣れをするっていうことがすっごい大事なんですよ簿記ってね所詮検定試験も同じで知識を覚えるだけじゃダメなんですよ覚えることも大事なんだけれどもだ,だけじゃダメなんですよねちゃんとこう 書きき込むとといいうことがすすっっごい大事になてまただひたすら書き込まただひたすらねえ何も考えずにえ書き込めばいいのかっていったらそういうわけでもないんですよねえ課題がちゃんと明確になっていないとダメなんですよなんかただやみくもに書き込むんじゃなくて何て言うんでしょうねそのなんかこういうところが自分ダメだなっていうところが明確になっていないとダメなんですよ だからさっ,きえさっき紹介したようにお手本感覚のみで捉えたタイプの人っていうのは絶対これ気づけないわけなんですよ。なんかなんだろうな課題が明確にならないわけなんですよね。どこがおかしいのか分かんないわけだから。どこがおかしいのか分かるためにはこう理論的に覚えてきたタイプの人とかしっかりと気づき積み重ねてきたタイプの人が、えー、どこを直せばいいのかって分かると。で、ただ分かるんだけどどこを直せばいいのか分かる。だから上達する。 直接的に上達するったらそういうわけでもなくて次にこうじゃあそうならないようにするためにこうかってひたすらこう書き込むことが必要になってくるわけなんですよねそのためには書く時間が当然必要になってくるわけなんですよっていうなんかいろいろつながってるんですよねあれもしないといけないこれもしないといけないあれをするためには前提としたこれが必要になってくるとかすっごいなんかつながらなさそうなところで意外につながってくるんですよねこの えー、この検定試験ってねまあもっと言うとこの字を書くっていうことはなんか本当にねえ信じられないぐらいえこことここがつながってるんだみたいななってくるんですよねじゃちょっと話を戻すと、えー、課題がちゃんとただやみくもに書き込むじゃなくって課題がちゃんと明確になっていないとえダメなんでございますねで たね課題がえ明確になっていないと持続可能性がないんですよね。持続可能性がないってつまりどういうことかっていうと途中でだれちゃうんですよ。なんか途中で何て言うんでしょう。なんかこう、秋が来るというか続かないんですよね。字を書くことが好きな人だったらまあ続くかなっていう印象があるんだけれどもなんかこう、まあ 字を書くことが好きな人がこの検定試験を受けると思うんですけれどもやっぱりねつまり持続可能性がちょっとなくなってしまうんですよその課題が明確になっていないと常にねだから課題があなんかあ課題が分かんなくなっちゃったとか見えなくなっちゃったっていうタイプの人っていう人は、えー、ちょっと持続可能性がなくなってしまうのでもう常にこう自分の中に課題を 持っておきたいですよねで課題がなくなっちゃった人っていうのは、えー、おそらくね、あのー、インプットが足りないかもしれないつまり自分よりも上手な人をもっと見たりとかあとはなんか古典を鑑賞したりとかそういうことをすると自分の目がね養自分の目が肥えてきて見えなかったものが見えるようになってくるとそうするとあ自分ってこういうところがダメだったっていうことに気付 ことがでできるのでそうすると課題が、えー、生まれてそうすると、ね、こう練習が続くというふうになるんじゃないかなというふうに思います。持、え、得、ー、可能性がないし自分の字が変わらないということでございましたと,ということですね。えー、あとはね、あのー、書き込む書き込むということで。 あの体の動かし方っていうのもね、なんかあの身についてくるんですよ、まあ、書き慣れるようになるっていうんですけれども、なんていうんでしょうね、まあ、この書くっていう動作って結局、なんかこう、多分野球で言えば、えー、バッティングとか、ピアノで言えば、なんていうんでしょうねあの、優しいタッチで弾けるようになったりとか、分かんないですよね、ピアノのことね。とか、あとはなんでしょうね、あのまあ、つまりその体を動かす ことが大事なんですよこの実技の問題っていうのはね頭の中でひたすら何て言うんでしょうこう知識を頭の中にこう知識をインプットすれば合格する試験ではございませんとで書き普段こうやってね実際にペンを持ってえじゃあこう字を書横書く書いたりとか縦書をこう書いたりとかえ何でしょうねまあ今書いたのは会社の横書だったりとか えー、会所の縦画だったりとかしますけれども例えばこう草書の横画を描いたりとか草書の縦画を描いたりとかこういうね林の草書書いたりしましたけどなんかとにかくねあの書き慣れがすごい大事なんですよね結局ねもうとにかくペンを動かすとでじゃペンを動かすペンとペンを持って紙に書くっていうこの動作だけが えー、やっとけばいいのかって言った実はそういうわけでもなくって頭の中でこうイメージトレーニングを行うということも大事なんですよ。ペンを持って紙に書くだけがだけをやってればいいってわけじゃないんですよね。普段のもの何気ないこう日常の時こうじゃあ駅のホームで電車を待っている時に頭の中でそのなんかこう字を書いてみたりとかもしくはこう 空書きっていうんでしたっけなんかこうこうやってこう字を書いてみたりとかそういったなんかイメージトレーニングっていうのもね大事になってくるんですよね頭の中で再現できないことっていうのはあのこれ実際に字で実際に字を書くこともできませんから頭の中で再現できないことっていうのは、えー、現実世界でも、えー、再現することができないのでいうことでございましたということですね はいじゃあちょっと時間長くなってしまったので一旦ここで区切りたいと思います。